臨在寺臨在寺は中華人民共和国家北省、石化創始制定権にある臨在州の寺である。臨在紀元がここで臨在州を開いた。中国家北省制定権南上門内の臨在紀元像臨在禅寺、清司令塔中国の南北朝時代の闘技の高制定の後は2年に建立された。その旧市には臨在院旧式年碑が立っている。当の時代。 戦争皇帝の第18年に臨在期限がこの寺に入った。そして、禅宗の一つ臨在宗を開くことになる。一州皇帝の港通り8年に、禅寺は入弱した。一州は絵商大使と送りなし、清司令塔という高さ30.47メートルの瑠璃瓦の淡麗な青い九十の塔が建てられた。金の大帝23年。 清掃は、清冷凍と臨在寺の画乱の修復を命じた。現存の清冷凍には、料金の典型的な様式が見られる。頑張の時、時の十字の海運が重修を主催した。合作報告記によると、臨在寺は、新城府城中にあり、庭園門外、非雲楼の東なり。その三門下には、唐の御道子が描いた、古帝を肖像及び大鈴の不化身さん。 東馬牧畜、緑陰賢史等の切刻あり、極めて精細なりとある。元の次第2年、長毛布は直によって、臨在正宗妃を戦し、それは時中に建てられた。明の聖徳16年、再び仮覧の重修が行われた。当時の寺内の主要な建築物には、三門、太友宝殿、清司令塔と祖堂及び僧望がある。同時に新たに石碑が建てられ、 大餅が秘文を戦し、各望み湯が文字を称した。新の妖成帝は、儀元に、新上位雄禅寺の号を賜り寺を従修した。同校十年、双兵のノブルドーリアが出資して、再度従修し、また祖師殿を太友放殿の両側に移した。民国の日中戦争時期には、清吉礼湯のほか、祖道三景及び東拝殿三県があった。年に、 この両殿が共に破壊され、わずかに、清吉霊と、1983年に、関族地区仏教全国重点寺院に指定された。1984年には、正式に仏教会の管理下に入り、仏教の不協伝道及び修道活動が、解放された。日中両国の臨済州と大幕州は、共に臨済寺を奉じて、祖帝とした。 1979年5月、日本の臨在、大幕二州は連合して日中友好臨機協会を設立した。1980年より、ご都年代表団を派遣して訪中し、臨在前児等を朝廃止、合わせて出資集築している。1985年には、日本の臨在、大幕二州の僧侶の出資援助及び、統治政府の出資により、 清司令塔を集築した。その後また、築地、太陽放電、祖道寺社などを集築している。1986年5月19日には、寺ラ内にて、外を修復落成儀式と図教の放映を挙行し、日中友好臨機協会法中団100人を呼び、当地の仏教信徒が共同して参加した。1988年5月15日、 河北省仏教協会が寺内に設立され、清江法師が会長に任命された。西帝県市、臨在寺、陶儀講和二年建て、在場東南にリモト臨在村。漁子聖著、中国建築士、百科文芸出版社 ISBN75 億3062万60512003年、215ページ、太友放電、ありがとうございます。